はい、我々連邦共和国 Vlog JJ6TJ です。いよいよ IC705 に来たる時が来まして、初 QSO となりました。前空中戦の話しましたけども、受信状況が悪くはないんでしょうけど、なんかこの受信状況じゃ多分飛ばないなと、電波がまともに飛んでいかないなと思いまして、受信状況の改善をちょっとしてました。いろいろね、試行錯誤してやってました。エレメントの方は、これ以上伸ばすって言っても、カーボンスリザーを6メートルちょいの先っぽ2本を外しただけですので、これから伸ばそうとすると、結局エレメントを貼るしかないわけですよね。ビニール線なり、アルミ線なりなんなりで給電部から、ずるずるとまた伸ばしてこないといけないわけですね。だそうすると、カーボンを使った意味がちょっとなくなるので、それはもう最後の手段としまして、ただ同調が取れてないわけじゃないんですよね。チューナーは 3.5 から50まで全部、マッチングは取れてるんですよ。50メガがちょっと 1.SWR が 1.2 とか 1.3 ぐらいで、あとはほとんど1に近い、限りなく近いぐらいまで落ちてるので、そのマッチングの問題は特にないということで、ラジアルの方の改善なのかなと思いまして、そっちの方が手っ取り早いんですよね。ラジアルは手元にあるじゃないですか。アンテナチューナーのすぐそばにあって、エレメントはそこから先ずっと6メートル以上伸びてるわけですよね。だからエレメントを改善するのはなかなか手間がかかるので、竿をね一旦戻してまたその先につけて伸ばすしかないので、あれは角度を変えるとかいうのはありますけどね。そのヘンパー、今ほぼ水平に出していますけども、少し立てるとか、あるいは向きを、若干なら変えられますので、向きを変えてみるとか、そういう工夫っていうのはできると思いますけど、それは根本的な電波の飛びとはあまり関係がなくて、変波の問題があるかもしれませんけど、単純に指向性が、完全に立てちゃえば無指向性ですけども、寝かしてあるので、指向性あるのかな、多分ちょっとあると思いますので、その向きを変えて、受ける電波の向きをちょっと変えるぐらいのことしか、できないですよね。飛ぶ飛ばないはあんま関係ないので、ということで、手元アンテナチューナー側にある、グラウンドの改善ということで、いろいろやりましたよ。いろいろやったって言っても大したことしてませんが、ブリキの板をですね、100均に売ってるんですよ。で、ブリキの板を、100円で何枚か買ってきまして、で、もともとラジアルとして売られて買ったやつは、前も言ったように室外機、エアコンの室外機の上にトグロ巻いたままドサドサと2つ置いてるだけですけど、そこから、あれ1ミリかな、1ミリのアルミ線、100円で買ったアルミ線を、AH705 からもう1本出しまして、それを、エアコンの室外機の鉄板に沿わせて、床まで下ろしまして、そこに、亜鉛じゃなくて、ブリキですね。ブリキの板。ブリキの板を、トグロを巻かせた、1ミリのアルミ線の上に、置きまして、
でどうなるのかなと、なんか改善したような気がしたんですよね。その測定器がないので、本当に改善したかどうかは分かんないんですけどね。まあでもなんかそんなような気がしたんですが、あ、これはやっぱり静電容量の問題だと勝手に解釈をいたしまして、じゃあそのボリキの板を、なんて言うでしょうか、コンデンサーみたいにできるのかなとか思いまして、あのこういう何ですかね、ああブリキの板はねこれです。ブリキプレートで、あのこれセリアか、セリアで売ってました。1枚100円です。1枚100円ブリキです。であのブリキって鉄の板に何だったかな、ニッケル、あ、鈴か、鈴メッキしたやつです。鈴メッキしたやつがブリキです。で、亜鉛で、メッキしたやつがトタンです。どっちがいいのかっていうのは、というかこれしかなかったんで選びようがないんですが、トタンの方が、錆には強いです。板としては。亜鉛の方が錆は早いんですよ。鉄よりもはるかに。だけど、亜鉛が錆びている間は鉄は錆びないんですよ。トタン屋根とかありますよね。あれもう何十年も経ってこうサビがバーッとこう来てる、色が変わってやつってあるじゃないですか。でまた鉄板に穴が開くまでには相当時間かかるんですよ。鉄にサビが進行するまでは、サビが進行するには亜鉛が全部腐食しないと鉄までいかないんですよ。なので、表面の亜鉛はすぐ錆びますけど、あの中の鉄までは、そう簡単には錆びが来ないので、あの屋根にはトタンの方が本当は向いてるんですね。ブリキは錫ですので、あれと一緒ですよね、ハンダと一緒ですよね。要はハンダメッキ、鉄にハンダメッキしてるようなもんですよね。錫の方が亜鉛よりも錆びには強いんですよ本当は。なんですけど、だけど錫って、錆びてしまうと鉄も一緒に錆びてしまうんですよね。中の鉄も一緒にどんどん錆びが進行してしまうので、結果的にはどっちが長く持つかというとトタンの方が持つらしいです。まあ、ただ私にはそんなことはどうでもよくて、ブリキしかなかったのでブリキなんですけど、でこれ科学的な根拠ありませんからね、試しただけですからね。こういうあの冷凍とか冷蔵の宅配便で来るこうアルミの袋ありますよね。これ中身こうちょっと発泡スチロールっぽくなってて、両面がアルミになってるやつですね。アルミ箔みたいなのになってるやつに、こっち胴体ですよね、外側は。で中は胴体じゃないですよね。でこの中にですね、これをこの袋のまま別に出してもいいんですけど、めんどくさいので袋のままですね入れちゃったんですよ。入れてですね、入れるとこうなりますよね。まあ、全部これ実は入んないんですよ。途中までしか入んないんですけど、こう無理やり、とりあえず仮設なのでこう入れますよね。入れるとここまでしか入んないんですけど、で要はですね、この両面胴体の中、もちろんブリキなんで胴体ですけど、これ導通してないじゃないですか。導通してないのでコンデンサーになるのかなと思ってですね、でさっき言ったそのアースから降りてきた1ミリのアルミ線がこうぐる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 、別に伸ばすところがないので、ベランダなんて10メートルぐらいありますけど、伸ばすところがないので、もう下ろしたところはもうとぐろ巻いてるわけですね。でとぐろ巻いたやつを地面というかベランダの床にそのままとぐろ巻かして、その上にこれを置いたんですよ。だ接触するじゃないですか、アルミ線とここがね接触するじゃないですか。でもう一丁と思って、これ同じもの2個作りまして、で、こうやって重ねて、ハンダ付けするんじゃなくて、ここを目玉クリップで両側をバチッバチッと止めて、もうそのままほっぽり出しただけです。
で、それでどうなるのかなと思って分かんない、測定器もないし、その技術もないし、知識もさほどないので、まあでもそのアンテナの基本的なね知識として、まあ結局あのチェップ型のアンテナじゃないので、電圧給電じゃないので、まあ結局飛んだやつは大地を通って、うん、要は電流戻ってくるわけですよね。その受けとしてラジアルがいるわけですよね、まあ、グランドプレーもそうですけど。なのでその容量がローバンドになればなるほどいっぱいいるわけですよね。なのでまあそうやってみて受信状況どうなのかなって思ったら、あんまよく分からなかったんですよ実は。でいろんなバンドに朝からあの、まあ、日が昇ってくるとちょっと上のバンドの方が良くなるので、まあ、朝方 3.5 から7、まあ、18はやりませんでしたけど21、50とか 10m とかやってまして、10m で FM を聞いたんですけど誰も出てなくて、あやっぱダメなのかなと思って、で 10m の下の方、あのサイドバンドの方 SSB の方をぐるぐる回してたら、なんかいっぱい DX が出てたんですよ。日本の曲全く聞こえないんですけど、まあ、昼間の 10m なのでスキップしてるっていうのあるのかもしれませんが、国内の曲全く聞こえなくて、東南アジアとか近隣アジアの曲がなんかいっぱい聞こえてたんですよ。でなんでこんなに DX 聞こえるのかなと思ったら、なんかコンテストやってたみたいで、10m コンテストやってたみたいで、でコール聞いてると日本の曲は、まあその東南アジアの曲を呼んでるんでしょうね。あの東南アジアの曲がコール返してくるので、 JA のコールを返してくるので、日本の曲いっぱい呼んでるんでしょうけど、私のところでは全く聞こえないんですよ JA のコールは。だけど東南アジアの曲はフィリピンとか、それから台湾、中国、それから VK、 あのオーストラリアですね、はなんかよく聞こえる。59とかで普通に聞こえるんですよ。こんなによく聞こえんだと思ってどんなアンテナでどんなパワー出してんだと思って、そのコンテストナンバーにその送信電力の記述がないなかったんですよ。そういうコンテストだったんですよ。ただ単に連番、1番からの順番、だから RS レポートに1番からの順番の連番をあのつけていくのがコンテストナンバーだったので、だから59001から59001から始まって、あとずっと連番なんですよ。パワーがどんなもんとかいうのか分かんないん で QRP かどうかも分かんないので、まあすげえパワー出してんだなとか、すごいアンテナなんだろうなとか思いながら、ずっとどんなとこが聞こえるのかなと思って聞いてました。やっぱりフィリピンが一番、まあ、今日私が聞いた限りでは多かったような気がします。あと VK ですね、オーストラリアが多かったような気がします。あとどこだったっけ、ネパールかどっか聞こえましたね。韓国はね、多分国内と同じで近いので、韓国の曲はコールはしてたのかもしれませんけど、こっちでは全然聞こえませんでしたね。中国、台湾ぐらいが聞こえたぐらいですかね。でたまたまですけど、すんごい強い曲がいたんですよ、フィリピンの曲で。すんごい強くて、フェージングもほとんどなくて、ずっと強いんですよ。ずっと59プラスぐらいで来てて、あ、これはかなり安定してるので、呼んだらひょっとしたら取ってもらえるんじゃねえかと思って、聞いてたんですけど、まあ、たまたまそれがワイエルさんだったんですよ。あ、珍しいなと思って、最近、ワイエルさん。まあ、日本ではあんまりね、いませんけど、まあ、海外の事情知りませんが、あ、ワイエルさんだと思って、ワイエルさんコンテスト頑張ってんだなと思って、ずっと聞いてたんですけど、まあ、全然その、コンディションは分かりませんが、弱まる気配もないし、フェージングの影響を受ける気配もないので、じゃあ呼んでみっかと思ってですね、ちょっと周波数をずらして、あのオートアンテナチューナーでチューニング取ってまた戻して、でパワーをね、5W にして呼んでみたんですよ。そしたら1回目が
1回目のコールで、多分 JA ステーション QRZ って一発で撮ってもらえなくて、で2回目コールすると一発で撮ってくれたんですよ。まあその模様動画残ってるかな、残ってると思うんでご覧になってください。Okay, QZ6, Tango, QZ Echo, Stroke 1, you are 59161. 通りです。取ってもらえ、5、まあ、コンテストなんでね、51でも59って言うと思いますけど、一応59という、レポートで入ってきました。これが初、この IC705 での初更新で、私のね、JJ6DJ の免許を、再取得しての初 QSO となりました。初 QSO が DX だったっていうのも、まあ、たまたまですけどね、たまたまそこが聞こえたんで、やっただけですけど、まあ、だけど 5W で、5W のね、釣り竿に、何の接し、まあ、ほんと、ぐるっと巻きつけただけの、クリップで止めただけの給電で、はあ、よくフィリピンまで飛んでいったもんだなと思って、テンメーターでね、って思いました。まあそんな感じで、まあとりあえずここからどう改善していくのかっていうのは、あとは受信状況を見ながら、今冬なんで分かりやすいですよね。全体的にコンディションが、冬場なので夏よりもね、例えばイースポとかね、そんなのもないし、こう、かなりこう、低空飛行している季節ですので、その受信の良し悪しっていうのがすごく分かりやすいですよね。だからなんかいろいろなんか試行錯誤する甲斐がありますよね。分かりやすいんで。なのでエレメントはとりあえずいじらずに、めんどくさいので、手前の方の、 グラウンド側をなんかいろいろ、これね、さっき言ったのブリキの板なんで、もしもこれが本当にこう役に立つんであれば、こんなもん100円ですので、5枚でも10枚でも買い占めてきて、ドヤッとベランダに敷き詰めればいいだけの話なんですけど、だったらね、ラジアル線を張り巡らしても一緒だろっていうことになるんですよね。なるんですけど、これすごく横着な考えで、まあ、もしですよ、もしこの H705 とそれからグラウンド線、ラジアル線を外に持ち出そうとなった場合に、もしベランダに張り巡らしていると、それをまた巻いて回収しないといけないんですよね。まあ、H705 はそのまま乾電池式なんで、そのまま持って入ればいいですけど、アンテナ外してね、アンテナったってアルミ線1本ですから、それ外して引き上げればいいですけど、ラジアル線またぐるぐる巻かないといけないのがめんどくさいじゃないですか。ラジアル線ぐらい作れよって思われるかもしれませんけど、もうめんどくさいんですよね。であれば、敷き詰めたブリキの板でなんとかなるんであれば、そっちの方が楽ですよね。ということで、これをつなげられるだけつないで、果たしてどこが一番いいのか。まあ3.5 とね、50メガではちょっとだいぶ異なるのかもしれませんけど、まあそれはあれですかね、オートアンテナチューナーにお任せっていうところで、もう完全に投げちゃう、アンテナチューナーにおんぶに抱っこにしてしまうっていう運用方法にしばらくは行きたいなというふうに思ってます。だからといってなんかどっか外に出てね、なんかするという予定は何もないので、まあまあまあそんな感じで、初 QSO ができましたというお話でした。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。